直営店限定で復刻されてるということになっておりまして、サイズ感が思ってたのとやっぱちゃいましたね。マウンテンライトジャケットどないなってたっけなーってなると、はい、本日ですねこちら復刻しました、レトロマウンテンライトジャケットをご紹介していきたいなと思います。ということで、こちらですねなんと直営店限定で復刻されてるということになっておりまして、実はこのマウンテンライトジャケットって、僕らのイメージしてるマウンテンライトジャケットって現代版はこれですよね。このマウンテンライトジャケットをイメージしてるんですけど、なんと一番最初に始まったっていうのが1996年らしいんですよ。その時のモデルっていうのはこれやったらしいんです。これを大体モチーフに復刻されてるということで、ちゃんとゴアテックスで今最新バージョンにアップデートされて出てきてるというところなんで、こちらをね見ていきたいなと思います。なので歴史的にはこういう感じですね。まずマウンテンジャケットがあって、まあ要はラオジャケットですね。で次に、マウンテンライトジャケットがこれ最新版、この緑のやつが復刻されたジャケットで、今年か去年かちょっと忘れたけど最近っていう感じになってます。皆さん見てもらったら分かりますかね。これ、信号になってるんですね。赤黄色青緑っていうことで、まあ信号機になってますので、信号ジャケットという呼び方もできるんですけども、そういうことになっております。ではまず着用していきたいなと思うんですけども、こちらね L サイズで購入してみました。ただサイズ感が思ってたのとやっぱちゃいましたね。で思ってたのとちゃうっていうところで、ちょっとこれ裏側見てもらおうか。このゴアテックスのね2層なんですよ。だからこういうメッシュが必然的にあるんですけど、腕の部分はメッシュじゃなくてこういうナイロンなんですね。このナイロン生地、これ今のマウンテンライトジャケットどないなってたっけなってなると、身頃のところはこの逆にナイロン生地で、袖のところに袖っていうか脇の部分だけメッシュが使われてる感じなんですよ。でまた袖口になったらこのナイロン生地になってるので、今回のはもう背中一面メッシュですよと、で袖口がナイロンですよというような仕様になっております。まあ、ちょっと下の方はもうナイロン使われてますけどもね。では着ていきたいなと思うんですけど、これ着てみて気づきました。サイズ感違うわ。今まで通りのサイズ感で着るような感じではなくて、どっちかって言ったらこれ見てもらったら分かる通り、ちょっとダボっとしてるんですよ。でダボっとしてるのがどれぐらいダボっとしてるかというと、この袖口に一番思いましたね。ここ結構ダボダボなんです。でここギュッて締めるでしょ。そうなってくるとこの辺がモコモコしてくるんですね。この袖口のところモコモコ状態になってくるわけなんですよ。でこのモコモコ状態になってくると、90年代スタイルっていうかな、ゆったり着るみたいな感じのスタイルになってみちゃうかなと思います。でも後でも言うんですけど、それでいてマウンテンライトジャケットよりちょっと薄めなんですよ。だからそこぐらいしか差別化ってないんですけど、実際触ると、あ、少しちょっと薄いかなっていうのがね、分かっていただけるんじゃないかなと思います。だからこういうちょっと細めのパンツとかっていうよりかは、まあこんな感じで、まあちょいとちょっとゆったりしちゃおうぜみたいな感じのね、雰囲気になってるんじゃないかなと思います。でそうしていって一番上まで締めると、まあ、こんな感じですね。でちょっとドロコード絞りましょうか。いかがでしょうか。こういった形っていうのが、レトロマウンテンライトジャケットの正式な形になってくるんじゃないかなと思います。でこれ見ていただいて皆さんどうです。あのパッと見た感じ、そんなにマウンテンライトと今のやつ変わらへんやんって感じなんですけど、まあよくよく見てもらうと、このカラーの配色がやっぱり違いますよね。あのこれ袖にかけて一直線の黒になってるけど、これ見てください。袖にかけてっていうか、ここで普通切れてんのに切れてなかったりして、ここまであったりとか、ちょっとカラーの展開ちゃうんですけど、この黒のところの生地だけが70デニールになってて、この緑のところの生地、要はカラーの入ってる生地っていうのが40デニールなんですよ。でマウンテンライトジャケット今のモデルに関しては全部70デニールっていう風に記載がされてたので70やと思うんですけど、その辺のちょっと厚みっていうのが若干違う。でもっと言うと、このマウンテンジャケット、ラオジャケットに関しては150デニールなので、まあ厚みというか重みがだいぶありますので、より頑丈さがあるのがこのマウンテンジャケットやと思うんですけど、まあ、次にこのライト級、ちょっと軽量というか簡易的なモデルになってくるっていうような感じで、まあ、さらにもっと軽量化してるというか、もっと簡易的な感じがこれかなと思います。ただお値段が簡易的にはないんですよ。マウンテンライトジャケットの方が、4万1800円ぐらいかな、今の現時点で。多分そのぐらいと思います。ただ今回のこちらのレトロマウンテンライトジャケットに関しては、復刻されたっていうことも込めまして、4万4000円ということになっておりますので、普通のマウンテンライトジャケットより少し3200円ほど、2200円ほどお値段が高くなってると。だから2000円高いんかっていう感じなんですけども、まあいかがですか。まあちゃんとゴアテックス使ってるし、ここにもね、ありますけども、ゴアテックスって書いてて、ちょっと今ね、この画面の方では綺麗な色出てないので、どっちかっていうとこっちかな。こっちの方が色綺麗かな。どっちの方が近いかな。こっちの方が近いかな。色味的にはね、結構綺麗なグリーンになってるかなと思います。グリーンの正式名称の名前はオブティックエメラルドっていう名前になってます。多分5秒後には忘れてると思うんですけど、そういった名前ということになっておりますので、結構マウンテンライトジャケットでこういうタイプの、あの旧式っていうか、まあ今っぽくないというか、今のやつでも結構皆さん着てるとかっていうお声結構多かったじゃないですか。マウンテンライトジャケットのいいとこ悪いとこ何って教えてくださいって、まあ以前この動画でも聞いたと思うんですけど、その時にデメリット同士は人とめっちゃ被るんですって、それが嫌なんですっていう方も結構多かったんで、まあ逆にちょっと被りたくない方なんかはこういうレトロな方にあえて寄せて、まあ昔っぽいような感じで、
古着とかで買いに行ったりとかしてもそれはそれでいいんですけど、例えばゴアテックスにしても一応昔から使われてたりするんですけど、例えばここにロゴがあるのかな、ノースフェイスのロゴが多分胸になくてこっちにあったかような、ちょっと若干違う仕様が違うんですけど、まあ、ほぼほぼ見た目はあんま変わらへんので、まあそれならね、新しいやつの方がより長く持つと思うんですけど、まあ古着とかやったらもうね誰かが来た後なんで誰かほつれてたりとかなんかそういう可能性があるかもしれないんで、まあそういう方は新しい方がいいかなと思うんですけど、まあちょっと人と違うような感じで着れるんじゃないかなと思います。ただちょっとシルエットがゆったりめなので、それがお好きな方はドンピシャと思うし、ノースフェイスのサイト見ててもスタッフ着用事例見てたら大体こんな感じでちょっとゆったり系で着てはったんです。ちょっといかないマウンテンライト今から着るんですけど、マウンテンライトの方がもうちょっと腕回りとかがスッキリしてるような印象なんでちょっと違いますね。まあ、まず袖口から見てもらいましたが、袖口の余幅っていうかこう余りっていうのもそんなに先ほどほどはないので、やっぱりこうスッキリ着れるんじゃないかなと思います。まあ、あとは同期大会ですよね。こうある程度スッキリ着ようと思うんやったら特に腕かな、腕がやっぱりこっちの方がスッキリしてるような印象がありますね。まあただ街中で見るっちゃ見ますけどね、めちゃくちゃ被るけど、まあそれはそれで別にいいとは思うんですけどね。それぐらいでいいなと思ったところっていうと、フードのこのつばのところっていうんですかね、これが普通の今までのやつと違うくて、こういうのなかったじゃないですか。ただこの中に特別ワイヤーが入ったりしてるわけじゃないので、こうやって曲げちゃうと智弁和歌山状態にはなりますよ、なるんですけど、まあ、こういうちょっとフードの、仕様がちょっと違うかなというところと、ここの後ろのところですね、これ海外のマウンテンジャケットも同じ仕様なんですけど、フードのね調節用の、コードがついてたりっていうところもあります。マウンテンライト普通のやつにはないので、まああとは首のドローコードですかね。マウンテンライトジャケットってここにドローコードのボタンあるじゃないですか、見えないところにあると思うんですよ、中にね。でこれを押しながら引っ張るっていうようなスタイルと思うんですけど、このレトロの方はもうドローコードがこう出てる状態なんで、これをギュッと押してこの紐を引っ張ったり戻したりするような感じになってますね。一応ね袖で見た時に言うと2つとも同じところで合わせて見てみても、緑のところの方がやっぱり長いかなっていう、1センチ1センチ長いからぐるりに言うと2センチぐらい長くなってるんかなと思います。このねレトロマウンテンライトジャケットのねデメリットとしてはね、何が一番あかんかっていうと特にないです。このシリーズもほんまに仕上がってるから悪いとこってマジでどこっていうぐらいないんですけど、ほんまひねり出したらマウンテンライトと同じ、何かというとボタン、このスナップボタンが、めんどくさい。マウンテンジャケットの方はこのベルクライからパーってこうスラッてやるだけでひっつくんですけども、もうこっちとらもうボタンですから、一個一個居酒屋こうやって終わって、いや今日楽しかったでありがとうございます、ところで次はどこ行きはるんですかなんて言いながらこう喋りながらね、もたつくことなくずっとこれをやり続けなきゃあんけども、マウンテンジャケットの場合はこうやって終わりから、僕もこれで帰るんでって言ったらもうそのまま帰れるんですけど、僕もあの帰ろうかなと思ってるんですけど、皆さんどうされるんですかなんて言ってる間に、おいおいこれどんくさいなと思われるから、取るとき簡単ですよ。取るときはこうやってパッてやったら取れていくんやけど、つけるのめんどくさいから、まあ、これはマウンテンライトジャケットからずっと言われ続けてることなんやけど、まあ、それはそれでマウンテンライトらしさでもあるからデメリットではあるんですけど、まあ仕方ないかなというふうに思います。じゃあそれ以外の性能落としとか来た時のデメリットとか、うわちょっとこれ動きにくいんちゃうか、全くそういうのないから、まあ、デメリットがないっていうところがこのマウンテンライトシリーズ、マウンテンシリーズっていうのがノースフェイスのもう最大の強みやと思いますので、いいんじゃないかなと思います。でおすすめの人どうですか、おすすめかっていうと、まあ、今回カラーがこのカラーとあとブラックとあとケルプタンかな、ちょっとまあこういうベージュみたいな色味があったんですけど、このグリーンなんかはね結構なんていうのほんま90年代みたいな色味やなと思って可愛らしいなと思って買ってみました。で、まあ、それがおすすめなんて言われたらどうかわからんけども、まあ、90年代っぽい格好したりとかちょっとゆったりしたスタイルするのが好きとかっていう方はねいいんじゃないかなと思います。まああとはマウンテンライトジャケットを買い飽きて、もうマウンテンライトジャケットどうでもええわと思ってる人なんかは、あちょっと真新しいなっていうので久々にちょっとマウンテンジャケット着てみようかなっていうことで、こういうのもいいんじゃないかなと思います。でまあ僕みたいにこうやって信号のカラーにしてもらって、今日はすすめの気分やから緑で行こうとかね、いや今日はちょっと止まれの気分やから赤にしようかなとかね、いやもうちょっと迷ってるからちょっと今日は黄色で行こうかななんていう、その心の気分をジャケットに表すっていうのも、マウンテンライトジャケットの、まあ、素晴らしさというかノースフェイスの推してるところでもあるんかなと、まあ、個人的には思ったりしますので、そういったことで着用を締めるのもいいんじゃないかなと思っております。ただ一個だけ言わせてください、一個だけちょっとデメリットあるとしたら、今思いついたんですけど、少し生地が薄い分安っぽく見えるかもしれません。比べるとね、これしか持ってない人からしたらもう何にも思わへんけども、カラーのついてる緑の部分が薄いからか生地が違うからか分からんけど、ちょっとチャッチく感じるかもしれんけども、これも人によって感じるかなぐらいのレベルから、ほとんどの人は感じひんけども、わ分かる人は分かるかなぐらいな感じだと思うので、まあ、直営店に行って購入されるか、もしくはゴールドウィンの直営店サイトやったら買えると思いますので、まあ、それ返品ができるかどうか分からないんですけど、そこからね、見ていただければなというふうに思います。はい、ということになっておりましたんで、まあ、このグリーンがね、タクゾーと同じグリーンがいいっていう方は、色覚えてます？もう覚えてないでしょ。なんとかエメラルドって言うけど、もう僕も覚えてないんで、この辺で終わりたいなということで、本日はですね復刻レトロマウンテンライトジャケットを紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。